巫女装束。巫女装束は、神道の巫女が着用する衣装、装束のことである。通常、巫女の装束に関する具体的な規定はなく、各神社ごとに、それぞれのしきたりに基づいた複製を定めている。ただし、神職の資格を持っている巫女、いわゆる女性神職については服装に関する正式な規定が設けられている。本校では神事に奉職する。 巫女の装束を記述し、漫画、アニメなどの創作物やコスプレなどに用いる、アレンジされた変形の、いわゆる巫女服については、巫女服を参照のこと。なお、コスプレとは趣向きを意味するが、非神道の佐野薬よけ大師に見られるように、仏教寺院で女子職員が巫女装束を着用する例は存在する動画映像。伝統的な御子装束として、白い子袖、 白衣に火ばかまを用いることが多い。小袖と袴の組み合わせは男女問わずに、神社の作業服にあたり、上絵と呼ばれている。神職も正式な装束の下はこの常衣で、祭祀以外の時間はその常衣で過ごす。なお、神道では、天皇の色である恥染めと皇太子の色である王には、金色として装束に用いることが禁じられ、葬儀に用いられる荷色。 ネズミ色も、忌み色と称されて、通常の使用は禁じられている。ニコ装族は定調に扱うものとされ、投げるな、脱ぎ捨てない、置くな、着脱後に、すぐに畳む、またぐな、またぐ行為は神への比例に当たるは、取り扱いの三原則として重視され、装族は、お札、ご札と同じ扱いをしなさいと教育される。 上半身にまとう白衣は白い小袖のことであるが、袖丈は、留め袖の長さとなっている。もともと、小袖は、内着の下に着る下着であったが、平安末期から鎌倉期にかけて表着化したものである。また時々、首元に見える赤い襟は装飾用の掛け襟、立て襟で、小内着の中売、中部風に白衣と地盤の間に挟み込んでいるだけで、ある。 実験や医療現場で使われる、いわゆるホワイトコードイコール白衣との混同を避けるためか、白衣を白衣と呼称することはあまりなく、ほとんどの場合は、クエ、ビアクエ、シラギヌ呼ばれる。白衣を着想する際には、その前に下着にあたる腰巻きと肌地盤を着用する。腰巻きは下半身を保護するもので、小族の裾が足に絡むのを防止するため、裾よけ、 毛出しの異名がある。その上から上半身に肌襦袢を重ね、あばらの下の部位で紐状の白帯で結ぶ。襟は自分から見て左側が上になるように出す。普通は半襦袢だが涼しい時期にはしっかまである長襦袢を重ねる場合がある。なお、今日では腰巻きと肌襦袢のもとに洋装の下着を着装することが認められている。襦袢の着用後。 白衣をまとうことになる。その際に呪盤と同様に紐状の白帯を結ぶことになるが、呪盤の白帯よりも下の部位にかつ、後で袴の帯によって隠れるように結び、呪盤の半袖が出るように整える。白帯は古くは白い紐状であるが、現代では幅広で伸縮性のある帯状のものもあり、これはマジックテープで固定が行われる。なお余談であるが、 巫女用の女物白衣は袖のみ八つ口が前後とも開口しており、田元は袋状に閉じられていない。よって、田元に財布などを入れることはできない。田元としての機能がないので、物を入れても後ろから落ちてしまう。下半身を覆う、火馬釜はその名の通りヒーローの袴のことであるが、実際にはヒーローあるいは朱色が用いられ、琴平宮では濃色、食、小黄色。 濃い紫色を用いるほか、神社によっては、巫女の第一線を退いて、事務員として泊まる者は特に緑色や紺色の、袴を着用する例もある。火ばかまはもともと平安時代の女房、女官や貴族の女人が用いていた町ありの年町ばかま、ねじ町ばかまが限定である。もともとは、くるぶしまで覆う長ばかまだがこれは、完全に、室内仕様であり。 そう蹴り上げないと立って歩くのもままならなかった。巫女が用いるのは熊の参りなどの参拝での外出に使われる壺装束用の切ればかま切りばかまである。明治になって教育者の下田歌子が女学生用の袴としてドンばかまを発明し着脱しやすく好評だったため後に巫女の分野にも導入されることとなった。したがって 現代では安闘型の火馬釜が主流であるが、神職は女性神職も含めて伝統的な町ありの袴を着用し、巫女にも町ありの袴を着想させている神社もある。また、大口袴を用いる神社もある。原型となっている女官用の火馬釜同様、腰の下部前後には、長六箇所、単七箇所の白い上指と、 上刺し糸、上刺し糸、刺し縫いの装飾が施されている。この刺し縫いは、上指糸との故障に反して、糸と呼ぶには、かなり太く、ねじられた日本組の紐が用いられている。ひばかまは、ぶどう用の袴と違って、腰板はない。しかし、上指糸のある腰部分は、前後ともに、芯入りで固く作られており、腰板の役目を果たして木崩れを防止する。袴は、 前後に分かれ、足を通した後に、腰の高い位置に来るように前を合わせ、そこから伸びている帯を腰に回して結び、続いては後ろを腰ヘラで前帯に引っ掛ける形で合わせ、ただし、腰ヘラがないひばかまもある、先ほど結んだ帯を両側から腰に回して、前でリボン結びにすると完成する。この時、結び目をやや下にして、前の白い上指糸を見せる。また、 神社によっては帯を被せて、結び目を隠す場合もある。鶴岡八幡宮など。帯の長さは、前の方が長く後ろの他が短いが、普通は、左右均等である。しかし伝統的な年末ばかまの場合、帯の左右の長さが違い、これは前述のように前で、帯は結ばず、右脇に塊で下げて結び、固定に腰ヘラは用いない。 布地は古くは証券であるが、1970年代以降は、洗濯などの容易な、ポプリンや化学繊維であるシルクが多い。下手は、表のみの一絵地立て。裏地のある、合わせ地立ての2種類があり。合わせ地立ては陶器専用であるが、一絵地立ては通年用である場合が多い。巫女が神事を放置したり、巫女舞、神楽を舞う場合には、千はやを上から羽織る。 千はやは、古代から用いられているが、本来は、白無地の木の人のの中央部に、縦の切り込みを入れただけの抜き頭衣スタイルであった。後に、女官の装束として木の二ので構成され、脇を縫わずに前を胸紐で合わせるようにして着衣する、スタイルになり、さらに袖が付けられて、片袖の根元だけが縫われた、現在のスタルになった。なお、漫画などの創作物でよく見られる間違いであるが、 千葉屋の袖には、水管や仮絹にある、くくり紐やつゆは施されてはいない。通常は、薄手の白絹に薄く、模様を描いたものが採用され、朱色の胸紐を緩やかに留めるだけで、袖の両側や両脇から、下の胴体の側面は縫われず、開いたままになっている。もっとも、参加する儀式の内容。例えば、御古米の披露によってはより華ビな色彩。 模様が施された千はを用いることがある。また袖や背、胸紐の根には種の結び菊と字による装飾が施されている。千はの文様は青ずりと呼ばれ、鶴、亀、松、菊などが緑色で描かれることが多い。また、舎の、新紋や桜、梅を朱色や桃色で描く場合もある。生地は本来は絹だが、現在では、 化学繊維のものがほとんどである。見た目よりも結構厚手で、創作に見られる車のような、常に中が透けて見える極端に薄手の生地は通常は使われない。神事の内容によっては水管を未装束として着装するケースもある。水管は戦中に女性侵食の制度が設けられた際に上層とされたが、その後1987年になって、公式の複製から外された。 だが、現在でも、女性寝食や巫女の清掃として水管が用いられる、場合がある。もは、女房装束の晴れ装束で用いられる、後腰につける装飾。腰から後ろへ、トレーン状にたなびかせる布である。裏安の舞衣ほか、かぐらや神事で用いられることがある。白地に、植物や白車聖書が描かれ、左右に引き腰と呼ばれる、刺し縫いが施された。 細長い布を一本ずつ引くのが特徴。寒冷地等では、防寒用の巫女用の羽織を用いることがある。ウール製裏付け地立てのものなどが流通している。巫女は長い黒髪も、装束の一部とみなされて、その維持が求められる場合が多い。巫女はその長い黒髪を、後ろの生え際から下で束ねて、ひとまとめにして、男子などで作られた竹長でまとめたり、 和紙でまとめた上から水引きで縛って、紙留めとし、これらを、絵元結と呼ぶ。水引きは細い小よりに糊を引いて乾かして固めたもので、通常は、数本を合わせて中央から色を染め分けるが、巫女の場合は紅白もしくは白一色。竹長は白もしくは金銀、金赤、紅白の取り合わせである。この他に、真珠の内容によっては装飾性の高い髪留めを、 つけるる。場合もある髪の長さが短い場合には、髪の長さを足すために、かもじや、垂れ髪などの付け毛をつけてから、髪留めで隠す場合もある。神田明神ではこれらの代わりに、紫、紫と呼ばれる、紫色をした、袋状の髪留めで後ろ髪をまとめている。三子は足に白帯を着用の上、三子はゾウか白木、黒塗りもあるのげた、鼻緒は赤か白、 女性寝食はクロールシヌリの木製の履物である、朝靴を用いる。現在では、外見が整っていれば、実際の材質は、合成樹脂製のものが用いることが認められている。陶器は、防寒のために足袋を二重に重ね履きし、足袋の内側に、使い捨て回路を貼ることもある。儀式の際には、花かんざし、かざし、折枝、摂氏、折枝に代表される髪留めや、 冠などの頭飾りを飾る。冠差しやその素形とされる冠差しは、髪留めと髪飾りの両方の要素を持ち、古来より花や小枝を頭に刺して、木々の霊力を取り込もうとしたことの名残とされる。現在は、造花や、金属などで作られること多い。冠は本来、身分を表すものであったが、女性侵食や巫女が、儀式や舞を舞う際などに冠差し子、祭祀や天眼、天冠、 天眼などを着用する。天眼には完全な冠形式のものと、西洋でいうところのティアラ状になった天眼があり、後者を特に全天眼、前天眼、前天眼と呼ぶ。なお、女性神職の場合には神事によっては、ぬかあてを着用する場合もある。また、大阪天満宮など、恵比寿校を行う神社では、巫女小族姿の福娘が、金の絵星を着用することもある。 巫女が、祭祀や舞を行う際に手に、鳥物と称される、小道具を用いる場合がある。神楽などを舞う際に、神官から舞手に鳥物を手渡しする儀式を、宝渡しと称する。鳥物は、宮中祭祀でも用いられている榊、兵、ぬさ、みてぐら、杖、え、ささ、弓、剣、剣、ほこ、ひしゃく、ひさご、しゃく、くず、かずらの九種が基本であるが、 神社によっては鈴、扇、盆も広く用いられている。鈴は稲穂をかたどった、かぐら鈴。矛をかたどった矛鈴。別名矛先舞鈴。柄付きの手鈴、手鈴、種類がある。鈴の数はそれぞれ、かぐら鈴は上から三、五、七の合計十五。矛鈴はつばの下に八、手鈴は柄の先に一である。かぐら鈴や鈴には、 柄の下へ五色のシデヌの鈴糸口が付属する場合が多い。扇は、非扇の中でも女性用のアコメ扇が用いられる。白車聖書の吉祥画が描かれ、端には造花と組紐が付けられている。取物には含まれないが、巫女が使用する持ち物に五神酒や塗装などを入れる手記があり、神前結婚式などの神事に用いられる。のは、 調子や陶器の兵士がある。新珠用の調子は金属製で陶器製のいわゆるとっくりではない。調子は柄付きで両口の長い調子、片口のひさげした調子、ひさげ調子があり、材質は鈴や銅、真鍮性で腸筋による装飾が施され、金箔や金と金で仕上げられている。刑事には調子の上部を松葉の小枝や、 紅白の水引きで装飾することもある。受ける方の手記には、酒月やマッスがある。酒月は陶器や漆器等が主だが、古くは素焼きの瓦家で使い捨てだった。神社によっては、私物を入れる巾着を巫女が携帯する場合もある。明治維新後、政府は寝食の場から女子の排除を行ったが、第二次世界大戦から戦後にかけての寝食の不足から、 女性侵食を認めざるを得なかった。その際に、古代の宮中の女房装束をもとにして、清掃は、内儀バカマ、上層は、水管とされた。だが、後に侵職としての活動性を重視して、うねめの装束の要素を加えて、白衣に、年末バカマを着用し、その上から、内儀と唐犬を重ねた改良された内儀バカマが、採用された。また、 前述のように1987年に上層の水管は廃止され、内木バカばをさらに簡略化したものが上層として用いられている。詳細は女性侵食小族を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。